はい、みんなこんにちは。45歳のセミリタイアに向けて節約、投資、勉強しているクマです。今回はいつもの Vlog とは趣旨を変えて2023年の僕の投資結果を報告していきます。動画の最後には2024年新積立 NISA をどう設定してるかもお見せしてるから最後まで見てもらえると嬉しいです。それじゃあまずは早速みんなが一番気になってるであろう実際の損益から発表します。2023年投資の結果はじゃん、プラス101万4493円。うん、最高の結果だね。2023年は米国株式が右肩上がりだったからほとんどの人はプラスの結果で終われたんじゃないかな。もちろんこれは現時点の評価額だから今後の上がり下がりによって変動するけど、ついにプラスが100万円を超えたってことで一つの大台に乗った感があるね。ちなみに銘柄別に見るとこんな感じ。特定口座の方も積み立て NISA の方も EMAX スリム米国株式 S&P500 を買ってます。ほんのちょっとだけレバナスも持ってるんだけど、これは欲望に負けて思わず買っちゃったものです。いつ見てもマイナスだからもう存在しないものとして無視してます。1年を月別で見るとこんな感じ。10月に一瞬下がったくらいであとはひたすら右肩上がりだね。年末に大きく上がった印象があったけど、こうやってみると4月から6月にかけての上がり幅が最も大きいんだね。ここで一気に150万円ほど上がってる。年単位で見るとこんな感じ。2020年から投資を始めて丸4年。完全に偶然なんだけど、コロナで世界中が大不況の時に積み立て開始できたのが運が良かったなぁと思うね。おかげさまでマイナス評価になったことは今んとこ一度もないです。はい、というわけでここまでが僕の特定口座と積み立て NISA の損益状況でした。ちなみにこれとは別にiDeCoもやってて、その結果がこちらです。じゃん、プラス116,403円。こっちも過去最高額になってるね。iDeCoは2021年から始めて丸3年、今年で4年目になる。毎月 1.2 万円ずつコツコツ投資を続けてます。ちなみにiDeCoの方も銘柄は同じく EMAX スリムの S&P500。 アメリカ大好き人間です。はい、というわけで2023年僕の投資結果をまとめるとこんな感じ。投資額合計が345万8320円、評価額がプラス113万896円、時価評価額が458万9216円。そして最後に2024年今年の投資計画はというと、積み立て NISA に毎月 7.8 万円、iDeCoに 1.2 万円、それとボーナスが出る7月1月にそれぞれ20万円ずつ、合計148万円を1年間で投資予定です。投資する銘柄はもちろん S&P500。 まあさすがに去年ほど絶好調が続くことはないと思うんだけど、それでも世界のトップを走るのはアメリカだろうし、今年も期待してます。本音を言うと、もうちょっと投資にお金を回したいんだけど、給料もボーナスもこれ以上上がる見込みがないし、残念ながらこれが限界です。はい、というわけで僕の2023年の投資結果、2024年の投資計画はこんな感じでした。今年の投資計画に対して実際どうなってるかっていうのはまた半年後に報告したいと思ってます。上がるか下がるかドキドキだね。そんじゃそんな感じで今回はここまで。最後まで見てくれて本当ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録と動画への感想コメントもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。そんじゃまた次回、バイバイ。